はようございます。本日12月28日木曜日、2日連続での視察でございます。いやもう今日はいいかなと思ったんですけど、昨日見たしなんですけど、昨日の動画のコメントに明日もお願いしますって来たんで、あこれは行くしかねえなと思って、今日はもうリーガからで、今まで通ってなかった道がちょうど今見つけたんで、そこで通ります。あそこを左に行くとバス、あれバスセンターじゃなかったっけ、バスセンターだよね。あそこ左上がっていくとバスセンターに行きますね。ここの道は通ってなかったね、今まで。そうだそうだ、よかったよかった。あーこれはもう古いやつだから、中央公園のまんまです。今こっからで、この地下が通れたんだ。あーここは通って、あーなるほどね。あーはい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 、グリーンアリーナのとこか、ここ。そうかそうか、いつもあそこ左に行ったりまっすぐ行ったりだったから、なるほどなるほど、こっちはリーガの方につなぐ道なんだな。2年以上やって初ですね、ここ通るの多分。はいはいはい、だよね。よいしょ、ほい。ということで、ここ上がってみようか、今日は。今何時だろう、今10時半とかかな。今日はもうショーアリーナの方やね、これはグリーンアリーナの。そうそう、合ってる合ってる。あそこをバスセンターですね、ここ登ったら。昨日とは本当まだ24時間多分経ってないし、昨日11時とかそれぐらいだった気がするから、そんな変化がねあるわけではないと思うんですけど、またあの前通って一周して帰りましょうか。最近ちょっとね iPhone の調子が良くなくて、買い替え時かなっていう。もう3年くらい使ってるんでね、何年使ってんだろう、まだ iPhone11 なんでね。あそこあそこ、そう前教えてもらったここの空席になってるのはマイターのあれですよ、見えないってやつ。見えないのであそこは人が入らないようにってなってるらしいですね。テレビとか来るのはやっぱ昼過ぎかな、まあ、こんな朝っぱらからわざわざね、早い時間からはやんないでしょ。みんなが来やすい2時とか1時ぐらいからになるのかな。お、カメラマンが来てんじゃん。あれカメラでしょ、反対側から。あれほら、あれカメラじゃない、キャメラ、キャメラさんじゃない。
ャメラさんいいじゃん、キャメラさん。よいしょ。どこのテレビ局かは分かんなかった。ここも綺麗になってからに、本当先々週ぐらいまでは土でしたよね、この辺で。ここの道路もここの辺りから綺麗にねして、ああなるほど、3車線にしたのか、右折専用の車線を作ったわけね。ここはバスはこっからかな、さすがに。あれ、横断歩道が奥になってる、横断歩道が遠くなってる、向こう側になってるわ。あれだよね、この前までこの辺だったよね、横断歩道。横断歩道が遠いわ。すごい、はあ、あ、すげえ、ここの信号、昨日までついてなかったのに今日からなんだ。あっこあったよね、横断歩道。昨日あっこじゃなかったっけ。あれ変わった、一日で。違ったっけな。あ、あ、やっぱそうだよ。ここに信号あったもん、絶対。昨日の夜撮ったんだ。昨日の夜とか今日の夜、今日の朝みたいな。夜中に多分。交通量少なくなった時間帯に。よかった、ちょっと変化ありました、昨日より。よし、じゃあまたスタジアムの目の前通って、後ろはいいかな、前だけでね。後ろの変化はそんなないだろうけど、
中入る時間はまだやけ、まず外観を取っとこう的な感じなんかな。さすがに今日メディアには中公開する気がするけどね。カラスが、まあ、フン落とすなよ。スタジアムの中フン落とすなよ、絶対。頼むぞ。昨日とはさすがにそんな変化はないでしょう。こっち側の工事を広場、あ、ここから見えた。ここを開けて綺麗にするのかな。ここも徐々にね。まあそりゃそうだよね。今週の金曜日までかな、さすがに工事は。うん、変化はあそこの横断歩道と信号の位置が変わったぐらいでしたかね。じゃあ最後、猫が喧嘩してないだけちょっと確認していきましょうか。あら、まだ青じゃなかった。鉄ゾーンからか、こっちからはさすがに入れんと思うから、バスは。まあやっぱさすがに向こうからだったら出迎えはちょっと厳しいか。ビジター側も向こうから入るのかな。ここだってなんか高さが低そうな感じ、バス。まあでもバスは入れるか。まあでも
ホームもアウェーもみんな向こうからかな、選手バスは。まあそこは細いから道路が狭いし、車の交通量も多いけ、出迎えはちょっとね、難しいね。あ、でもスタジアムの中からならできんじゃない、コンコースのあたりからね、勝手に応援するのは勝手に出迎えるのはできんじゃない。昔エディスタみたいにちゃんと歌いながらはあれかもしれんけど、あそこで待ってね、多分あそこの外とかに出ると危ないやろうけど、中に入ってのね、2階のコンコースあたりからならできる気がするけど。あら、猫喧嘩してねえな唯一の喧嘩だったな、あれ。場所ここでしょ、ここだった気がするけど、こっち来たらどうしようと思いながらこうやってずっと撮ってました、僕あの猫の喧嘩。うん、なんかあれだね、スタジアム外のところの工事に人がより増えた感じ。もうほんとあそこのスタジアムの中はもう引き渡しだから、多分今からサンフレッチェのスタッフさんとかが入って搬入とかいろいろやるやろうけんね、それをやるけ、もう工事関係者は出て、この G 棟とか ABCDEF 棟まであんのかな、の公園の方に行ってるって感じか。もうここがもうスケルトンフェンスだけになっとるわ。おお、今日もいい天気ですよ。年明けは雨降りそうみたいなんですけどね。年明けというか年末さ、土日かな、土日あたりは雨予報なんかどっちか出てた気がしましたけど、なんか向こう今いっぱい人いたんでやめました行くの。よいしょ、多分関係者かな、メディアかがいたんでね。いいよいしょ、よいしょ。よいしょ。はい、ということで今日はリーガから2日連続は初ですかね。前もやったことあるかな。まあ2日連続でちょっと行ってきました。一応ね、もう今日が受け渡しなんでね、受け渡しを見に、はあ、よいしょ。では本日はこちらで以上に終わりになります。
ぜひ皆さん年末年始初詣に五穀神社に行って、でそのままスタジアムへの視察なんかいかがでしょうか。よいしょ。はい、じゃあ今日はもうこの辺、20分過ぎたんでこの辺で終わりたいと思います。さようなら、バイバーイ。